キッチンダイブ行ったのね、ほいほい。あ、ワゴメおかえりー、わー、抹茶飲んだ。いやね、抹茶どうでした？やおいたん、鍋を作るぞ、鍋。あー、いいなー。鍋はおいたん、何鍋？新生姜の鍋もいいし、キムチ鍋もいいし、豆乳鍋もいいね。あー、トマト鍋もいいね。こんばんは、月瀬さん、こんばんは、ありがとう、おかえり。あ、いたまる、こんばんは。あ、ゆたん三角、こんばんは。サンタアイヌ、そう、これ去年のなんですけど、去年のなんだけど、ちょっとなんかつけといた。ちょっと性癖を伝えすぎて今恥ずかしい。今？いや、全然、なんか昨日全部ね、読ませていただいて、あ、なるほどなと。でも、正直、13日に着る予定のやつとほぼなんか結構似てるというか被ってて、まあ問題ないかなって感じと。手羽先ね、手羽先食べた。あと、小倉トースト食べたいね。そのストーリー保存しました。どれですか？あれか、ハクサマ君か。試験会場の帰り道だったので、そう、なんか試験って何、ほいほい、ちょ、そこらへんさ教えてよ、エール送れないよね。自分は普通の抹茶フラペチーノの方が好み。なるほど。そうなの。なるほど。だって期間限定だよ今。あったかいのと冷たいのあるか、おいたんどっちも飲みたいなと思っている。こんばんは、ジロタン、こんばんは。新生姜鍋、山、ダメ、やめなさい、やめなさいよ、それセンシティブな問題です。石狩鍋がいい、味噌。あー、石狩鍋って食べたことないと思う。岩下の新生姜うまし、さ、うまうま。違うよ、今日はみんな鍋の日じゃなくて肉の日ですよ。みんなお肉食べた？あいたはハンバーグ食べた、さっき。日が変わって給料日だから、給料日前にお安く貴重、あ、質素だ、質素な鍋でしのぐ。あー、まあそうね、なんか全然青いたん湯豆腐とかでも生きていきますよ。企業秘密で嘘じゃん。まあそうか、お疲れ様な。久しぶりに来た気がする。おかえりー、こんばんは、飲んだくれ。今青いたんは今年いい子にしてたから、サンタクロースから何のプレゼントもらえるかなって話をしてた。肉の日なんだが、ハンバーグ食べた。ハンバーグも肉じゃないの？ねえ、そう、肉。肉食ってないわ。いや、そう、ね、ずっと乗せてなかったんですけど、そう、ちょっと前に、葵たんのイラストを描いてくれてるすみちゃんっていう子がいまして、すみちゃんともう一人、お友達がいるんですけど、なんか美味しい、なんかお肉屋さんをなんか連れてってくれて、そう、なんか美味しかったです。感想。ねえねえねえやん。一緒やん、ハンバーグ。石狩鍋は味噌仕立てに鮭入れ、そう、なんか鮭入ってるものは知ってるんだけど、なんか食べる機会があんまりない。カレー食べてる、肉入ってるから肉の日。あ、そう、いいね。じゃあね、いい服の日でもあるよ今日。あ、ほら、いいじゃん、いい服の日。これずるい。いやね、なんかすごい、なんかおしゃれなとこだった。なかなかおしゃれなとことかちょっと落ち着かなくてね、おいたん。そう、でも美味しかったです。いい子にしてた。それは誰の判断ですかね。世間一般的に見た総合評価。ね、すみちゃんずるい。すみちゃんと会ったことに対して羨ましがっているのかいね。今年はコロナでサンタ来ないよ。嘘じゃん。嘘だろ。あ、でもありえるな。あの光沢感満載のお肉は何すか。なんかあれは、あれ何食べてる時わかんない。なんかすごいいっぱい、なんかすみちゃんがいっぱい取ってくれたんですけど、なんか、あれはでもタンだったかな。なんかね、なんか熟成肉の、なんかすごいよね、なんか そんなお店よく知ってるなって感じ。なんか熟成肉のなんかね、盛り合わせみたいな、ね、なんかタンとか、あと何、なんかヒレとか、
あとカルビでしょ、まあここら辺は分かる。あとなんか中腹、外もも、ま、枕、ともな肉みたいな、うん、ちょっと分かんない。おかえりかめないもん。メリークリスマス、サンタさんプレゼントください。おー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 、たかるらたかるら、いい子にしてたのかい、ひろたむん。給料日前の俺に向かって肉の日を見せつけやがって。肉、でも本当はステーキとかが食べたい。巨大たこ焼き食べたね。そう、なんかあれ何買っただろうと思って、あのホイホイのタン。おかえりたくまさん、こんばんは。タンだったと思うわ、あれは。じゃあタンか、タンはな、やっぱ仙台だよな。石灰鍋は作るの。味噌入れるだけで簡単。鮭は焼いちゃう、すぐ焼いちゃう。高そうなお肉だなと思いながら、なんかねすごいの、タレもなんかね、なんかなんか5種類ぐらい、なんかこの皿に入って、なんかすだちとか、なんかわかんないけど、が出てきて、なんかそう好きなのつけて食べるみたいな、なんかあれだった。うん、ちなみに昨日キムチ鍋でした。いいね鍋。何、すみちゃんはセレブなの、お姫様なの、石油王だ。まあなんかすみちゃんはとてもおしゃれな、あの美人でおしゃれで、おしゃれです。うん、つまりおしゃれです。そう、焼肉屋さん高そうな。そう、葵たんはさ、なんかもう基本的になんかわかんない、うちはなんかよく食べ放題に行くんですよ。食べ放題とか本当に家族で安く食べれるところにしか行ったことがないので、そんなご丁寧にもてなされてちょっと怖かったです。何それ、スヌーピーの帽子は耳動くやつ、これスヌーピーなんかな。なんかね、楽天で買いました昔。葵さんこんばんは。こんばんは、はるぱよさんおかえり。そもそも皿が高そう、やだね、わかる。葵さんもそう。あとなんかすごい、だから何、なんかすごいよだれかけの肌触りが良かった。なんかよだれかけなんかこの首からさ下げるあるじゃん、タレとか飛ばないようにするやつ吹くの、なんかあのよだれかけもすごい触り心地が良かった。だから仙台来たら嫌だってほど食わすわ、牛タンとカキ。カキは結構だよ。こんばんはるこさん、こんばんやすいにょん、おかえり、こんばんは。食べ放題来たら、あおいたん食べ放題が好きです。肉とかあとケーキとか、うん、映えそうなお店みたいだけど、お値段以上ニトリでは。何ニトリって、お値段以上ニトリって何。おしゃれを売りに荒稼ぎしてるの。荒稼ぎいやなんかね、しかも違う、多分スミちゃんとかはそう、なんかあんまり食べないんですよ。食べるけどほどほどなんです。葵たんとかうちの家族みたいにこうなんかすごくいっぱい食べるものじゃないから、こうちょっとで我慢できる人はそういいところに行ったらいいんですよ。うん、味わからないからお腹いっぱいになりたい一緒一緒一緒。でも肉の日で安かったのかな。あれあれですか、あれは肉の日には行ってない。よだれかけ、そのよだれかけが良かったよ。いいじゃん、家族団らんでいたら食べ放題。うちも20年前、あーピエーピエー、20年前でも言えない傷だよねこれ。肉の感想よりもよだれかけの感想の方が長いけおかしいな。いやなんか、うん、そんな感じで、なんか渋谷にありました。はい、渋谷です。肉18、こんばんは。あ、おこん文字どうした、赤黒先生こんばんは。おいおい、かき小屋っていうのがあって食べ放題など行ってみたいに。あ、それね、うちのパパタンが行きたいやつです。かき小屋行きてって言ってんの、なんか多分5回ぐらい聞いたことある。あいたん、せめて前かけ、前かけっていうのこれ、よだれかけじゃないんだ、恥ずかしいわね。まあそんなこんなで肉の日が終わりまして、もうすぐで11月が終わるんですけども、12月になったらもうクリスマスがやってきまして、クリスマスといえばやっぱりイルミネーションだと思うんですよね。はい、こちら12月13日日曜日にイルミネーションオフ会を行います。こちら埼玉県の、東武動物公園というところでやります。
ちょっと偏僻なところですけど、とても綺麗なところです。遊園地と動物園とがあって、そのまあ基本的には遊園地側がイルミネーションでライトアップですかね。そう、動物園の方もちょっとあるけど、そうで、まあ、17時20分ぐらいから受付して、17時半から20時で、行動したいと思います。で、葵ちゃんとあともう一人ですね、シークレットゲストがいます。シークレットゲストはですね、メディキュットが好きです。はい。参加費は、6000円で、プラス、入園料はご自身で、払って入園券を用意して入ってきてください。中で集合になります。6000円は、ブースで、お支払いなので、この皆さんの左手のバナーにある葵田オンラインショップで、必要事項を記入していただいて、イルミネーションオフ会、誰々ニックネームを2行、2つ送ってくれたら、もう決済の案内をと、詳しいやつを送るんで、よければぜひお気軽にご参加ください。で、参加特典は、葵たんとシークレットゲストが写った、ランチェキと、あと葵たんからささやかなプレゼントをご用意してますので、こちら記念にもらってください。あとはですね、まあ別で言うと、そのチェキ、そうチェキを当日5枚まとめて購入したらツーショット写メが撮れますよとか、あと写真撮影券っていうものが3000円であって、それを何、購入したら、まあふとした時とかいつでも葵たんのなんか葵たんとか、まあシークレットゲストも写真を撮れるよという感じの券です。よろしくお願いします。当日は、サンタの服を葵たんは中に着てます、コートの中に。なのでチェキ取るときとかはそれで取りたいなと思ってます。よろしくお願いします。新居また名前なんだっけ、名前こんばんは心響き、おかえり。と渋谷何気にいい店いっぱいあるんだね、最近知った。やおいたんもさ、渋谷であんまり食べ物さ、なんか食べたことなかったけども、そうなんか誰かに連れてってもらったりとかで、そうなんかいい店あるんだなと思う。夜で食べ放題って値段ほど食えなくね。まあでも好きなものをさ、好きな時に好きなだけ取れるというのが大事なのよ。俺は食べ放題の焼肉見て微笑んでいた葵たんを信じるだよ。どういうことね。パパたん行きましょう。そうなんかうちへ、そうね、そうパパタンとかニーヤはね、そう貝類好きなんでね、そう牡蠣焼くと爆発するんよね。そうなの、やだ。クリスマスといえばサンタさんです。そうです、サンタさんです。そうだね、別にいいんですよ。当日このオフ会でね、自分もちょっとサンタの格好してくわなんてつわものがいたら、もう葵たんは褒めたたえたい。ケーキしか、あーケーキもいいね、ケーキ食べたい。そういや12月って祝日ないんだな、あれがなくなったからか、12月23。そんなに宣伝したら行きたくなるだろう。いやだってみんなに来てもらわないとさ困るじゃん、やっぱさ年内最後なのに寂しいじゃん。闇営業とバック料金です。そう、それもさ渡せなくなっちゃうからさ。やめなさい、やめなさい、やめなさい。まあ何、そうちょっと近々打ち合わせするけど、シークレットゲストとも、とてもね、なんかとて卵地が鳴ってる、とっても楽しみです。クリスマスが今年もやってきたよ。あ、土屋さんこんばんは。マッサメディキュットなツイートしてたわさっきな。だってなんかメディキュットを5年ぐらいずっと同じのを履いてたらしくて、なんかもったいないって言って、もったいないおばさんなんですねきっと。だから新しいのを今年あげました。とメディキュット装備して来たりしないよね、シークレット。怖い怖い。動物公園近いな、おいでじゃあ。ドレスコードはメディキュット。青いたんも履いていこうかな。あおい、どういったの。ササミナプレゼント、ヘルシーですね。ささやかなだよ、ささやかな。
こんばんは、ありがとう。こんばんは、心さん。やべえシステムだな。やべえ、やべえかな。通所は特典なのか。そうなんです。今年、ツーショット写真とかを、チェキはあるけどさ、ツーショット写メとかさ、撮る機会がなかったなぁと思って、そう、入れました。ほら、見てごらんってやるの？え？どういうこと？キャッチボール失敗。メガネが世界一似合います。チョベリグです。ありがとう、花園小村ちゃんさん。ありがとう、チョベリグってさ、ちょっと世代を感じるよね。はじめまして、葵たんこと、ナンバー葵です。よろしくお願いします。ペコリンチョ。よかったら、右上のハートピンクにしてね。ガシ。これ結構ガシって感じのやつだな。コートの前は、はだけるって。はだける？おまわりさん、やばい、変態だぞ。サンタさん着る勇気はございません。いや、まあね、まあ言うてね、多分リア充とか歩いてるんでね、そこらへん。雪が降ればサンタが動く。雪は降らないでほしいな、とりあえず。オフ会の時は。ポコあるの？ポコは23時から。おばさん。彼女は本当にいい子だよ。うん。いい子だよ。サンタコスって何気に暖かいよな。まあでもね、言うて風通しはいいんで、ちょっとうまく防寒して、そう。トナカイになっていけばいいのか？ワゴ、いいじゃん！いや、いいと思うよ、トナカイ。トナカイ、いいなぁ。その案、いいね。まあそんな感じです。ぜひ一緒にね、クリスマスを楽しみましょう。そして明日は月曜日ということで、葵たんオンラインショップ秘密の刃ショップを更新します。22時に更新するんですけども、明日はですね、カレンダーを、12月の、待ち受けカレンダー画像を出したいと思います。0円です。今月はもう今年最後なんで0円にしました。ただ、2種類しかありません、カレンダー今回。そうで、一応まあ、サンタっていうか、まあサンタみたいな、ちょっとエセだけど、ちょっとサンタみたいなコスプレの写真になっておりますので、よければ皆さんダウンロード、くださいませ。こんばんは、おいたん。こんばんは、半熟さん、ありがとう。でー、あれ、ペンは、ペペペペペペ、半熟さん、よいしょ。はい、ありがとう、ありがとう。今季は冬、雪が多く降るって。え、そうなの？なんかね、でもね、そう、急に寒くなったしね。トナカイになっていったらなんか特典ある？あー、エワゴが？へー、考えましょう。母上が、結構食い気味で考えましょうって言ってた。だとトナカイのクオリティによるよ。トナカイが、まあ、頭だけとかだったらアウトだけど、中に実はちょっとトナカイのこれちゃんと着てきたよとかだったら確かに考えなくもないね。そう、おっと、カレンダー、イエス、カレンダー。トナカイになったらムチで叩いてくれるのね。え、 M じゃない？1円、0円だよ。0円ありがたやん。そう、0円。サンタ、実はラムちゃん、ありえません。太ももは見れますか？ああ、見れると思う。2枚、え、カレー、待ち受けの話だね。そう、画像は、1枚、まあ、まあ、見ようと思えば見れる。見ようと思えば。カレンダーお布施じゃなくて、その後に、頼む？何にしました？さあせ、いやいやいや、ありがとう、ありがとう、ことに。あ、ことに、あー、頼むことにしました。はーい。笑ってる、母上。まあ確かにね、なんか面白いですよね、そういうのね、好きですよ、葵たん。ハロウィンとかでもさ、ちゃんとコスプレしてきた人の中でこれとかさ。マジか、雷も2杯。カ
考えならサンタさん着るのも考えるわ。いいね、ハクさんも。いや、そう、うん、真剣に考えます。ママさん、車で行くか、ブーン。トナカイのままで車で来てれ。ソリでも煙突コスでも太もも見れればいいです。あ、そうなの、煙突コスって初めて聞いたわ。ちょっとトナカイ探してくる。探さない。ハク様トナカイ似合いそうだね、確かにな。ツリーになって全身イルミネーションでピカピカとか目立つじゃん、歩くイルミネーション。ちょっと12日になってキャンセルするわ。めっちゃ笑ってるけどねえ。まあまあ、アオイタンもね、結構平気でこれ、アオイタン、その中にサンタの服着てるんでとか言ってますけど、いや、ちょっと勇気はいるからね、これ。そう、その勇気をみんなも一緒に出してくれたら確かに考えます。はい、ということで終わりにしたいと思います。見ようと思えば雑誌のモザイクを一生懸命こすって見ようとするじゃないか。いや、だから見ようと思えば見れるから、ぜひ。そういや、春ママの春子ジャケットってまだあるの？いや、あると思うけど、多分着る機会があんまないんじゃない？海外のドッキリで見た。いや、ちょっとな、目立ちたくはないのよ、別に。目立ちたくはないのよ、そう。はい、ということでこの後ですね、23時から、ポコチャをやります。今日はなんと、鬼滅の刃びっくりマンチョコ最終回ですので、皆さんぜひ結果を届けくださいませ。ありがとう、車トナカイのソリニュース完璧やないか。トナカイは性に合わないので。どういうことね、性に合わないってどういうこと。まあ、去年のサンタはね、似合ってましたけどね。そう、はい、ということでコメント流れちゃった方いたらごめんなさい、またコメントしてください。5位ハルビンビンありがとう。4位モーちゃんありがとう。3位カメダイモンありがとう。2位ハクさまありがとう。1位ホイホイありがとうございます。他にも、タネや関東コメントありがとうございました。右上のハート白い方、毎日配信してますのでぜひピンク色にお願いいたします。あと葵ちゃんのツイッターや、インスタグラムぜひご覧いただき、フォローといいねとちゃんとリツイートできる人はリツイートまでしていただいて、ぜひお願いします。それでは以上、葵ちゃんことナンバー葵でした。